やっぱり制球力も必要だと思うんですね。変化球を振り込まーと体に当たった。記録はヒット。難しい打球ですね、宮本、井上です。初球攻撃はサードへ、セカンドが投げられない。もったいないでしたね。2ボール1ストライクになっています。でやっぱり1塁に出してしまうと逆転ランナーですけどね、はい、差は1点。9回の裏、宮川がマウンド。三遊間抜けた。さあパーセは三塁まで止まった、止まった、止まった。いいボール返ってきた。いやもう彼はじゃあ帰れないでしょう。いやウォーカーつないだ。いやそうですね、 あの前に来ててね。いや帰れないですよ、もう回る手前で取ってますからね、はい、増田修見事なバックホームでした。9回の裏です。まあ、逆に1、2か開けてる方がいいのかどうかですね、はい、さよならの場面。打ち返した、ショートが抜けた。まず同点、そして1塁ランナーのパーセは河村は3塁まで行った。同点。いや負けないですね。負けから再生同点だ。今日はね、ファインプレーといい同点だというか、やっぱりこうオープン戦でもやっぱり負けたくないという気持ちはあるでしょうし、ここでキャッチャー争ってる谷川なんですよね。またーボール。大丈夫ですかね、このおかしい、あの打球を。三塁一打さよなら。海外試合に入ってまだ負けがありません。ホークス同点に追いついた。一二塁間抜けた。ホークス勝ちました。谷川のサヨナラヒット。いや若い人も結果出してますね。必死ですねやっぱりね。タイガーホームラン王手は谷川原は今日サヨナラヒット。いや今バット折れてるはずですよ、よく拾ってね最後まで。ホークスがスワローズを破りました、はい。